買いすぎた。すごい。盛岡です。なんか屋台みたいな。屋台みたいなね。なんか名物のひっつい汁っていうのが飲んでみたくてさ、うん、どこにあるかな。あ、そこかな。見えた？噂のひっついって書いてる。書いてる。並ぼう。お待たせしました。はい、次お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。口に入ってるよ、ちゃんと。すごい。いいね、イートインがあって。結構入れてくれたね。ね、シミニンニク。そう。なんかね、小麦粉で伸ばしたもちもちした耳が入ってるんだって。うん、いただきます。あ、これだね。ひっつの大きい。ひっつに引きちぎって食べるっていうことの方言なんだって。こっち来るでしょ。だしが美味しい。うん、うん、柔らかい、うん、本当だ、もちもちしてる。おいしい。うん、美味しい。和風だしなんですよ、うん、英語の訳でさ、ひっつみのことをワイドヌードルって書いてあったから。あ、そうなんだ。広い麺みたいな。うん、もちもちしてるし、うん、あと正月の雑煮の気分。あ、わかる、うん、こんな朝早くでね。そうそうそう。で、この唐辛子がすごいアクセントになるね。これはかけた方がいいね。うん、ニンニクの香りがすごく美味しい。うん、今日も一日いいスタート切れそうだね。うん、これはね、お昼に食べるね。これは岩手のリンゴポークって書いてあったよ、うん、あー、豚肉？うん、美味しそう。ごちそうさまでした。しました。もうね、なくなったらお店閉まっちゃうみたい、ね、8時になるまでに、うん、もう4時半ぐらいになった。そう、結構減ってきた ね。いや、これは本当に楽しいからね、おすすめだ ね。年間310日営業してるんだって、朝一。すごい。知らなかったね、うん、月曜日がお休みみたいで。うん、また来たいな。また来たいね。あ、みぞれだ。昔からあるみたいで、うん、水道が整備されてない時期から利用されてたんだって。へー、市民の。そう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 、うん、ちょっと出方がね、気水っぽくないっていうか。へー、気になる。うん、日陰水道っていうところの水らしい。へー、川も綺麗。うん、だね。うん、よかった、目覚めの一杯だ、うん、今日は早朝だったからね、うん、人いなかったけど、普段は地元の方が、ね、いっぱい汲み上げてるみたいだよ。へー、いただきました、美味しいお水を、うん、ありがとうございます。景色がいい。
じゃあ湖で待ち合わせで。はい。おお、手慣れてるね。盛岡市に入ったけど街並み綺麗だよね。すごい綺麗だよね。歩道がねすごく広いから。そうそう、びっくりした。すごい都会で、すごいね、さっきまで自然がいっぱいだったのにね。ちょっと走っただけでもね、違った。ね、ついついすごいね。なんか地元の方がいっぱい来れてたね。ね、皆さんでもさ慣れた感じでさ組み合わせとか。そう。うん。なんかコーヒーどっかで入れて一緒に食べよう。うん、そうしようか。紅葉を見つけて向かってるんだけど、目の前の岩手山がめっちゃ綺麗。雪が積もってきた。ね。水300で。うん、先行くんだ、岩手の水。おー、地産地消だ。ワイワイゲーム買った。岩手さんね。そう、岩手の雫石町。うん、で、コーヒー牛乳にするね。うん、すごい、こんなに買ったっけ。ね、今何食べようかな。うん、一番人気のバター食べてみようかな。うん、おかず系、美味しそう。いただきます。ふわふわ。すごいね、ふわふわだよね。うん、なんか作ってる方すごいプロだったね。手際良かったよね。うん、すごいよね。うん、おー、レンコンしめじとコンビーフ。うん、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 最初のふわっかすごい。パンがめっちゃ美味しい。うん、大きな口でガブっていくから、うん、幸福度がすごい。あ、まろやか。うん、コーヒーなのね。カフェオレだ。結局車内が一番なんだ。うん、後で散歩は行きたいな。うん、うん、食べてみて。うん、これめっちゃ美味しい。うん、うん、美味しい。美味しいね。コンビーフこんな美味しいんだね。辛すぎかな。うん、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 明日も行きたい。うん、これこんだけ買って1000円いかなかったね。うん、これは田の部田の畑屋町奥の牛乳クリームサンドと粒ごまクリーム。これは美味しい。うん、種類豊富だから迷ったね。入ったね。うん、たっぷり入ってるよ。うん、ちょっと、うん、美味しい。うん、黒ごまがプチプチしてる。うん、うん、クリームも美味しいね。うん、うん、うん、リスがねいるみたいな。野生の、うん、あ、来た、また来た、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 嘘でしょ。すごい、すごい、可愛い、可愛い、可愛い。もうちょっとしたらまた、あ、かわいい。ほら、2匹、すごい。この時期なんですか。全体的に今日寒くなってきてるからさ。あ、探しに来てる。いいですね。ね、寒い今日は特に。すごい、
怖がらないんだね。うん、なんて。あ、そうなんですね。何食べるんだろう。あ、へえ。すごい。かわいい。リス会いたかったね。見れないと決まるから。あ、そうなんですか。ありがとうございます。見学させてもらいます。私たちがハマったビールなんだよね、岩手に来て。あ、香りがすごい、かっこいい。フェアレンビール常住の設備の多くはドイツから移設してきたものなんだって、うん、ヨーロッパの伝統的なビールスタイルを尊重した手作りのビールを作り続けてます、うん、へー、地域貢献してるんだね、岩手でね、うん、チヂミが本当に美味しかった、うん、外がね、パリパリなんだけど中がもちもちで、うん、いただきます。いただきます。これが辛いのかな、うん、別添えにしてみた。混ぜるんだって、うん、美味しそう。食べるよ。麺が弾力あるね。あ、そうなんだ、うん、リンゴが入ってる。冷麺って入ってるんだね。これもリンゴ型なんだよね。なんだろうこれ。これ落としちゃったね。ねえ、なんかみんな急に、ね、寄ってたから何かと思った、ねね、初めて見たの、大きなもの。盛岡がすごい都会だね、想像以上に。通行の信号機、あと2分。長いね、うん、あ、すごい、岩手さん。夕日もあと30分くらいだね。向こうに沈むんだね。うわー、盛岡です。岩手山が見えるね、うんうん、いいな。すごいね、うん、山に囲まれてるの、山に沈んでくね、うんうん、あ、一日が終わった気がする、うん。今日は美味しいお酒があるからおつまみだけ作るね。岩手県産ナス。勢いで切りすぎちゃった。すごいね。2品作るね。うん。すごい、3日分ぐらいある。焼いて、鰹節とマヨかける。うん、マヨ。
昼買ったベアレンビール、うん、クラフトビールです。これめっちゃ美味しい。めっちゃ爽やかな味する。これもいい。なんかね、ビールだけどすっきり。うん、これ一番美味しいかも。本当？うん。本当は食べて飲んだんだよね、前回ね。前回の動画かな。違う種類も飲んでるんだよね。うん、いただきまーす。このまま食べよっか。それに。うん。うん、あー、美味しい。うん、美味しい。ナスが秋ナスかな、美味しい。うん。味付け美味しい。うん。こういうのあったら楽だよね、うん、最近はズボラ飯だね。落ち着くね。うん、うん、こっちの飲んでみよう。うん、あ、爽やかだね。うん、なんかね、全然香りが違うね、また。あ、そうなんだ。うん、こっちの方がビールっぽいかも。飲んでみて。うん、あ、これはめっちゃ美味しいね。うん、美味しい。私こっちが好きかもしれない。こっちの方がビールの苦味が少ないね。うん、こっち本当クラフトビールの味がする。うん、僕も青い方が好きだ。あー、でも前回飲んだレモンのやつも美味しかったな。毎日地産地消ができていいね。うん、地ビールが美味しいし。地ビール美味しいね。うん、野菜も美味しいから、うん、すごくいい。うん、なんか足湯巡りできそうだから行ってみよっか。うん、天気がいいね。面白い。うん、温泉卵作れたんだね。60分じゃん。あ、結構かかるんだ。すごい。ここで卵を茹でてさ、その間に足湯とか五色を楽しむのがいいかもね。ね、確かに。今度そうしたいな。うん、足湯ずっと入れるね。足湯ずっと入れるね、この時期の足湯。うん、何箇所もあるね。いいね。いいね。静岡を目指した。うん。足巡りしたね。うん。ここもある。あ、ここか、猫石足。うん。昨日、ホットカーペットつけて寝たら、温まったね、体。ね、やっぱ足温めるの大事だね。うん。あれか。ピエラニア。目的地に到着しました。すごい。地元のとこに来たね。うん、やけどするぐらい熱々な唐揚げ定食出てくるみたいだね。唐揚げ定食食べたい。うん、美味しいらしい。あ、ローカルのお店。そう、楽しみ。うん、盛岡ってなんか盛岡冷麺とかしか知らないからさ。うん、あ、そう、グルメね、知らないもんね。うん、行ってみたいな。うん、見てみて。マンションだね。あった、ここか。行ってるかな、ね。ありがとう。ありがとう。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだったね。美味しかった。ちょっと散歩しなきゃ。すごい良かった。ローカルな。ね、激アツだったよ。うん、ああ、ね、ここの公園すごい。すごい。あ、食べた。発色？すごいね。